はい、ちょっと覗くのが苦手だったら、いや覗いた方がまあいいや、はい、もう多分もう赤いの点滅してれば、うん、多分動いてると思いますので、あのいろいろアクロバティックに動いて、これもう取ってるってこと、取って点滅してるから、そうですね、はい、だからアクロバティックに動くともうなくなって、広めていいですね、追従できる、はい、はい、ちょっと逆転して、ちょっとここで見たような気がしますけど、ちょっと逆転、反対側、ゆっくりゆっくりゆっくり、なんとか終えてます、次これで巡行していきますんで、ある程度それで今これでフロストルの位置がもうほとんど今もうギリ動く程度です、今これが調子で動くんですね、ごめんなさい、まあこれの売りは2モーターで動かしてるので、軌道が、今ちょっと軌道が不明になりますね、すごい小回りってことですね、これで多分垂直軌道、いやあとこうすごい軌道を低くしても戻ります、今これ自動的に戻ってます、自律 でまあほとんど羽ばたかなくても進めます、このぐらいになると破綻しますね、高速すぎて、はい、じゃあこれこんなところで動きますか、できなかった、はい、じゃああとここのアップも、これスロットル上げるとこれで動機が取れちゃうわけ、この状態空中に出すと、あ空中、あもう取れちゃう、早めに上げると、まあ、このくらい振動が大きくなるので動機取れちゃう、うん、あとはまあこれでこれも適当にこっち側だけやってもこっち側だけやっても適当にうまく空中だと消してますね、どうやら、それであんな困るし、そう、それでしかも落ちないって感じです、はい、ありがとうございます。